こんにちは、速稼塾の久保です。全てのビジネスには納期があると思うんですよね。転売をしていてもお金を入金しました、商品なかなか来ません、1週間経っても来ません、1年経っても来ません、5年経っても来ません、でも送らないとは言ってない、これビジネスなんですかねと思うんですよね。またですね、3月10日に到着する予定ですと言われて3月10日に納品されなかったらクレームにつながると思うんですよね。いつまでにそれが届きますかとか、いつまでに入金してくださいますか、当たり前のように期限っていうのがあります。これがビジネスです。しかしビジネスという枠を取っ払っても私たちの人生はそもそも無限ではないんですよね。例えば人生が1万年続くんだったら1年2年の誤差っていうのは笑って済ませられるものかもしれませんけども、残念ながら私たちの人生はそこまで長くないです。人生が80年あるとしても、じゃあ最初の10年とか20年って役に立ちますかね。0歳で生まれて10歳になるまで何か役に立ちますかね。役に立たないんですよね。そして後ろの方です、最後の10年とか場合によっては20年、人生の最後の10年20年っていうのは何か活動的にアグレッシブにできるかな、そして多くの人が期待していただけるような年代かなと思うんですよ。例えばね、80歳の人に10年ローンを組んでもらうってことできますかね。90歳まで生きなければなりませんし、90歳まで毎月支払いをするということになりますけども、なかなかね、高齢者になると賃貸が借りれなかったりお金が借りれなかったりするのは人生がいつまで続くのかっていうところに信頼が置けないからなんですよね。ということでね、人生がたとえ80年あったとしても最初の10年と後ろの10年もしくは最初の20年と後ろの20年はなかなか使ってもらえないってことになります。そうすると正味 4,50 年しか私たちが活動できるタイミングってのはないんですよね。その中で、目標設定をしました。目標設定っていうのはどのぐらいのものを最後の設定結果として求めるのかってことを一つの要素として得ます。もう一つはいつまでにってことなんですよ。いつまでにどのぐらいやりますかってことが分からなければこれは目標設定でも何でもないんですよね。ですんで半年間で10キロのダイエット素晴らしいと思いますよ。いいペースだと思います。無理なく達成できて、そしてこれが達成できるとその後の人生もおおよそ体重の面ではねブレずにやっていけると思うんですよ。逆に私の場合は40日で5キロ減っていうねプログラムがあったわけなんですけども、これはね成功したとしても短期間で痩せるっていうものは実はね短期間でまたね太りやすいんですよ。というのがこんな短い間で痩せれたんだから大丈夫だろうっていうのは慢心が起きるんですよね。でも10キロ痩せるのに半年かかったと思ったら絶対もう10キロ増やさないぞっていうふうになるわけなんですよ。はい、ここまでをまとめますと人生には期限があるんですよ。だから期限を全ての目標に設けざるを得ないってことになります。そしてこれからね後半の話になってきますけども、一つ結果を出したとしたらその結果は単体で終わらないってことなんですよ。一つの結果っていうのは次のさらなる高い目標設定のうちの一つなんですよ。じゃあこれからね半年間で、10キロ痩せました、でお腹をちょっといい感じにねシックスパックに割りましたとするじゃないですか。そしたら今度はそれを使って何をするかっていうことが始まるんですよ。例えば半年後に半田龍馬さんが本当に目標設定通りに10キロ痩せて胸がね腹筋がパリッと割れましたっていうことになると、じゃあそれを使って例えば花梨央さんのダイエットコースってものが今度は設定できるって話になりますよね。一つの成功事例っていうのは自分の成功結果っていうのは次の商品の先駆けになるわけですよ。そしてそこで得た根性とか目標達成の一つの結果っていうのは次のさらなる高い目標設定の励みになると思います。じゃあこれがですねダイエットとか筋トレに限らずに他のビジネスをやるときでも今まで考えられなかった高い設定を未知の設定をね目標設定をしてそれを達成するという次の6ヶ月のための下準備になるんじゃないかなと思うんですよ。またですねこの半年間っていうのはおそらくそのガチンコマッチクラブの筋トレの模様を少なからず記録すると思うんですよね。ということはコンテンツができていくってことになります。さあこのコンテンツの価値っていうのは筋トレのトレーニングを受けたもの以上のものになるんじゃないかなと思うんですよね。
ですんでね、今回目標設定をして期限を設けてこれを達成しましたとすると、ただ単に痩せた、ただ単に胸が分かれた以上のパフォーマンスを生むと思うんですよ。それが花屋の皆さんの30代の凄まじい財産になってね、全てのことを支えてくれるんではないかなと思います。まあ、20代のラストにこういった目標を立てたってことは、なんかね、20代の総決算になるんじゃないかなと思いますし、今までもしかして中途半端に終わらせてきたことも全部ね、帳尻が合うようなそんな挑戦になると思います。頑張っていただきたいと思います。そしてこの動画を見ているご覧の皆様にもお伝えします。これ私自身も言えますけども、全ての目標設定には期限を設けなければそれは目標じゃないってことなんですよ。いつまでにそれを完了させるのか、どのぐらいの目標数値なのか、これがなければ挑戦とは言えませんよね。そして挑戦するときにはまずね、無理だと思えるような目標設定が必要です。そうやってちょっと背伸びをすることによってやっぱりね、自分の力って上がっていくんですよね。まあ、100点を取ろうと思って80点でしたっていうのと、80点が合格ラインなんで80点を狙うと、じゃあ満点でも80点ということになります。まあ、ですんでね、100点満点取ろうと思ったらやっぱ120点ぐらいを目指すつもりで、最終着地が100点でした、このぐらいが普通なんじゃないかなと思いますんで、1割増し2割増しのまあちょっとね、努力ってものを今後の人生にはめ込んでみてはいかがでしょうかということでございます。それでは花屋の皆さん、また結果の更新ね、お待ちしております。いってらっしゃい。